エディ・タバレスこと、ウォルター・サムエル・タバレスダ・ベイガは、カーボベルデ共和国のバスケットボール選手。リーガ悪部のレアル・マドリード・バロンセスと所属。NBA のアトランタ・ホークスなどに所属した経験を、持つ、NBA 史上初のカーボベルデ出身の選手だった。大西洋に浮かぶカーボベルデ諸島に生まれたタバレスは、2009年に、バスケットボール選手を目指すために同じく、 大西洋に浮かぶスペインのカナリア諸島に渡り、CB グランカナリアと契約。UB ラパルマへのレンタル移籍を経て、同チームの主力として活躍。アレブ、ユーロカップでの活躍などで、NBA スカウトからも注目される存在となり、2014年6月に CB グランカナリアと3年契約を結ぶも、2014年の NBA ドラフトでは、 アトランタホークスから43位で指名された。もちろんながら NBA で初めてカーボベルデ出身選手の NBA ドラフト指名選手である。タバレスは2014から15シーズンまで CB グランカナリアでプレーした後に2015年夏のサマーリーグに参加。そこで首脳陣に好印象を与え7月9日にアトランタホークスと正式に契約した。しかし、 出場機会を得ることができず、2016年10月31日に解雇された。翌月デイリーグのラプターズ905に加入。2017年4月11日に、クリーブランドキャバリアーズと3年契約を結んだ。しかし、加入直後に右手首を負傷するなど怪我に泣かされ、プレイオフを通じて、不出場に終わり、2017から18。 シーズン開幕直前の10月11日に解雇された。2017年11月7日、レアルマドリード・バロンセストと3年契約を締結。リーガ悪部復帰となった。ありがとうございます。